PEGI 18. はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。アサシンクリードバルハラの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら、アサシンクリードバルハラ聖剣エクスカリバーを紹介ということでね、いや、やってまいりました。ちょっと遅くなっちゃったんですけれども、まとめがね少し細かいのがたくさんあったんで、それを分かりやすくするのに時間がかかってしまったという感じですね。まあ、もう持ってる方もね結構いると思うんですけれども、条件がかなり多いから、まだ持ってない方もねたくさんいると思うんで、よかったら参考にしてみてください。もう持ってる方もね、エクスカリバーとどんな武器が相性いいかみたいなのね最後検証したりもしてますんで、よかったら見てってやってください。で、本日の動画の概要なんですけれども、まずエクスカリバー、このアサシンクリードバルハラで出てくるエクスカリバーという武器がどんな武器なのかというのを軽く紹介して、で次に取得方法を解説。これが一番長いんですけれども、なるべく分かりやすく頭に残るようにね、あとはこの動画を見ながら、横でスマホとかで見ながらゲームやって、あ、こうやって撮るんだって分かりやすくなるようになるべく構成してみましたんでね、よかったら参考にしてみてください。で、最後にそのエクスカリバーを使ってどの武器との相性がいいかなとか、どっちの手に持ったらいいかなとかいうのを試してみた実践、襲撃に行ってみましたという話になっております。よかったら最後まで見てやってください。で、このエクスカリバーね、さすがに条件が厳しいってだけあって、非常に強い強力な武器となっておりますね。あとは体験なんで扱いやすい、しかもエフェクトもあるんだけど、特殊効果がねスタンさせるみたいのがあって、すごく強いっちゃ強いですね。非常に組み合わせによってはかなり強力な武器というのは間違いないという感じになっております。で、このエクスカリバーどんな武器かっていうと、まず取った段階で神品になってて、7段階強化されてるという感じですね。グングニルと一緒な感じですよね。まあその時点でかなり強いんだけども、ルーンスロットも四角いのと丸いの2つ付けられるということで、もう3つ解放されてると。で、体験の中ではなんていうのかな、性能自体、能力自体は一番上の方となっております。ただ重ためです。攻撃力が高い重めの体験という感じになってますね。で、エフェクトで性能は別に変わんないんだけれども、エフェクトで常に光ってるという感じで、抜いた時に神々しい効果音がふわーっていう効果音がね出るんですよ。これがねめちゃくちゃかっこいいですね。私これ大好き。あとしまう時もね、なんかふわーって音がして、もうぜひね使ってほしいなと思うんですけれども、で、これは実際に役立つスキルとして付加されてるんですけれども、強攻撃のフィニッシュが当たるとピカーって光って、あたりの敵をくらませると、あのよろめかせるみたいな効果があったり、もしくはクリティカルが当たるとあたりの敵をビカーって光ってよろめかせるという感じの、すごいね強力なスキルがついております。そんな感じのね強力な体験の武器となっておりますので、見た目もかっこいいしね、ぜひね自分でも取って使ってみてください。それでは取得方法の解説の方やっていきましょう。で、取得方法なんですけれども、一言で言うと、謎の石板というやつを11個集めると。これがイングランド中、特に南側に寄ってるんですけれども、11個集めるのが目標となります。で、この謎の石板を11個集めたら、ある洞窟に行って、ミルディンの洞窟というところに行って、その石板をはめると、エクスカリバーが刺さってるんだけど、それが抜けるようになるということになっております。で、戦闘力が全部集めれるのに、150もあれば大丈夫じゃないかなと思うんだけど、もう高きゃ200ぐらいあればね、もう安心って感じですね。で、11個のうち8個は洞窟に隠されていて、3個は狂信者が持っています。で、この8個の洞窟のうち、6個は南側にあって、2個だけ北の果ての方にあります。で、狂信者は3人とも南側にいるという感じです。だから、北の果ての2つ以外は基本南側にあると考えていいと思います。で、この動画ではまず場所をまとめてね、紹介しちゃって、スマホでこうゲームしながらね、パッて確認しやすいように、場所だけまず確認しちゃって、その後、各洞窟で詰まっちゃった場合に、どうやったらここで見つけられるんだろうみたいなね、紹介していきたいなと思います。で、まず一番簡単な北の2つ、この遥か北の果てに2つあります。で、ここにあるんだけれども、マークしてあるんですけれども、一つが、ウィカンの洞窟っていうところですね。こっちはね、確か、どっちかはね、イベントで行ったストーリーでね、行くことになると思うんですけれども、通り抜けちゃってるとは思います。で、もう一つが、デュラービー交渉洞窟というところです。これね、マークしてあるところよく覚えて、今、スマホで見てるなら、ここに行けばいいからみたいな感じで、でもこれはね、洞窟だから、一応、白い点がね、ついてんじゃないかな。それを自分でマークしていけばいいという感じになっております。で、同じような感じで、次は南の、一番南のね、一番
番東側のやつ、これを紹介したいなと思うんだけれども、この南の一番右側にある試練の洞窟っていうやつ、これとその西側に行った森の中にある三楽鉱山、この2つをね紹介したいと思います。で、試練の洞窟は本当に島の一番右下の方ですね、マップで言うとここにあります。で、三楽鉱山はここからちょっと西の方に行った森の中、ここにありますので、この2つまた一気に行ったらいいんじゃないかなとは思います。で、3人の狂信者はこの辺のエリアに実は固まっているので、この後3人の狂信者の場所も説明するんですけれども、もしまとめてね覚えてられるんだったら一緒に行ってしまうというのも手かもしれません。で、これで4つですよね。で、次にまた2つ近くにあるんですけれども、ちょっと北の方、中部ですね、島で言うと真ん中の下寄りぐらいなんだけど、この島がいっぱいあるところ、これが結構いい目印になると思うんだけれども、そのすぐ右にグライムの墓というところがあります。だ、ここにマークして行ってみてください。で、もう一つがその南側に結構行ったところではあるんだけれども、古い貯蔵庫という、まあ、ワイングラーみたいなところがあるんですけれども、この古い貯蔵庫というところにも一つあります。少し距離はあるんですけれども、この二つがね中部の方にあるという感じでいいんじゃないかなって感じですね。だから次はこの2つ目指してみるといいと思います。ここにもね狂信者が1人いるんだけど、まあ、狂信者の話しちゃうとややこしくなっちゃうから、今は狂信者忘れちゃってくださいこの2つね、これで6個ですよね。あとの2つは西側にあります。西側の2つは実はエクスカリバーのある洞窟のそばにあるので、一番最後にすると狂信者も倒して、東側にね狂信者3人いるから、東側で狂信者3人も倒しちゃって、最後にこの西側の2つ、そしてエクスカリバーの洞窟に最後行くというのが、まあ効率はいいんじゃないかなとは思うけれども、行ける時に行くんだったらねあんまり関係ないんで、よし今日はここ行こうみたいな感じでね行ったらいいとは思います。で、西の2つはウィンチェスターの街の右側に1つ、赤い金帯の間違いだと思うんだけど、これまあとにかく赤い金帯って私言っちゃうけど、金帯の洞窟があると。で、もう一つはマップ上ではウィンチェスターの左上、ここにウォチグというところがあります。この2つのところに行ってみてください。で、エクスカリバーがある洞窟、これもあってウォチグの右上の方にマップで言うとあるんですね。で、これがミルディンの洞窟ということになって、最後に行くことになります。途中で行ってもいいんだけど、行ってもね全部石板はめるとこがあるんだけど、全部はめられないんでね意味なくなっちゃうんで、一番最後に行くのがいいとは思います。それではですね、狂信者の方説明していきたいと思います。で、狂信者の結社の方のねリストで言うと、左上の3人、今赤い丸で私やっつけたよっていう印がついてるこの3人、この3人が持っております。で、この3人は特に条件なく、マップのその場所に行けばね現れるんで、それで戦えばいいという感じです。で、上からウォーデン、ヘイケで1人開けて、フロースガルという3人がねいるんですけれども、多分フロースガルが一番強いんじゃないかなという印象です。なのでウォーデン、ヘイケとやっつけてって、フロースガルではちゃんと装備をね整えていった方がいいかもしれません。で、場所なんですけれども、基本全部ねマップの右下の方ですね、まあ、中部の方にも1人いるんですけれども、この小さいマップの中ではチェック入れた3点、ここに3人います。で、大きく拡大していくと、基本ね道を歩いてるんですよこの人たちって。道を行ったり来たりしてるんで、この道、細かい道を覚えてそこに行ってみて、もしいなかったらうろちょろしてみるか、マップを開けばね多分近くにねマークが出るようになると思いますんでね、それでマークして追っかけてってみたらいいとは思います。だ、この港からねすぐ行けるところにあるんで、1人目ここの人になるとは思うんだけど、でそっから西の方に道に沿っていくと、同じ道にもう1人います。これが確かフロースガルで一番強いんだけれども、まあどうせ倒さなきゃいけないからやっちゃえばいいと思うし、あんまり強かったら難易度下げちゃえばいいから難易度下げて倒しちゃっても全然同じことなんでね、やっちゃったらいいとは思いますやっちゃったらいいってなんか言い方ひどいんだけどまあとにかくね遠慮なくやっちゃってくださいで、3人目がこの上の方、北の方にねいるんで、この森の中の道なんでちょっと分かりにくいんだけど、まあどこかを起点にね道沿いに行けば必ずいるんで、その道沿いにこの人をやっちゃってください。遠慮なくねビシバシやっちゃっていいからまああれですね、困ったらオラオラ、ちょっとよろめかせてオラオラかければ、まあ 2,3 回当てれば死ぬからそんな感じでね戦っていけば大丈夫なんで、オラオラ練習しとくといいかもしれません。ではですね、各洞窟、これでちょっと気をつけないと意外と詰まっちゃったりすることあると思うんでね、時間かかりすぎちゃうとストレスになると思うんで、その私が引っかかりやすかったところ、これをね一個ずつ解説していきたいなと思います。で、洞窟の説明していく順番はさっき洞窟の場所を案内した順にやってきますんで、参考にしてみてください。だからまずは一番北のねこの簡単な2つ、これを紹介していきましょう。
ここはウィンカンの洞窟ですね。ウィンカンの洞窟で一番難しいのはこの魔女のところ。もう一度ねイベントで来てるはずなんですね、ストーリーで。でこの魔女の椅子がある部屋、ここに氷があるんで、これを割ってください。これに気づけるかどうかです、はっきり言って。でこれを割って入ったら部屋があるんで、あとはこの部屋の中に入れれば終わりということなんだけれども、まあここまで来た人ならね、なんとなくギミックは分かってると思うんだけれども、一応説明すると、右の扉壊せるんで壊して入ります。そこから木箱壊して、あのドアもまたゲートが出てくるんで、そこから反対側ので、こうニワトリがねチクチクやってくるから迷わず鶏肉にしてあげて、であっち側に見えるんで、あれをね壺を弓で撃って破壊します。そうするとあっち側のドアから今度はねこの表のドアをね止め金を撃てるようになるん で、ね、イノシシいるんかい、これ知らなかったイノシシ、まあいなかったけどな、まあ、イノシシがいたらやっつけましょうという話で、撃つ、結構油断するとね吹っ飛ばされるからね、まあ、死ぬことはないけど、あちょまーやっつけた、決まった、見たかこのエクスカリバーの力をって感じだよね。そしたらこっち側から矢がねなかったらここにあるんでね、矢使ってください。ここからあのドアが止め金ね外せるんで、あれおかしいな、あ壊れたね、あもう壊してあるからだ、もう開いちゃってるんだね私の場合は。ここがね閉まってるんで、今みたいに打ってばここにあります。で次がその西にあるデュラビの北側のね洞窟の話なんですけれども、ここはね特に問題ありません。奥に行けばね石板落っこってるんで拾っちゃってください。で次がいきなり一番南のね試練の洞窟に行ってみたいと思います。ここがねちょっとだけアクションが重要になってくるかなってとこなんだけど、まあ入り口はねこの小屋の中のここをはしごで降りるところ、ここですね。ここから入っちゃって、で奥まで行くと途中にねジャンプしながら取るみたいな鍵を、で鍵をね3つぐらい集めることになるんじゃないかな。でそれ自体はまあ、あのセンス高の目でセンスして見つければいいん でさらに奥に進んでいくとこの鍾乳洞のところがあるんで、ここは動かせるやつがあるんで、台座みたいのがあるんで、それを動かして次の場所まで動かしてって、ここも動かした後なんだけど、こうやって登って飛び越えるというのを繰り返していけば最後のところまで行けます。これ最初分かんないとね、上登っていけばいいのかな、この鍾乳洞なんだろうみたいになっちゃうと思うんで、これ滑って登れないようになってるんですよ。だからこの台座を使って飛び越えるという感じです。で次がこの三楽鉱山、ここに行ってみましょう。試練の洞窟の西側にあるやつですね。ここにまあ歩いてもいいし馬でもいいしみたいな感じだよね。でここは気をつけるってほどじゃないんだけど、この水車のところですごい長く潜ることになります。多分ねこのゲーム中で一番長く潜るぐらい、ほんと息がねギリギリ続かなくなるかな、もしかしてって思うぐらい迷っちゃうとね、もしかしたらほんと溺れちゃうかもしれないってぐらい長く潜るんで気をつけてください。まあ、一直線にねでもこうやって進んでいけば OK なんで、基本迷わないですね。ずっとまっすぐ進んでって、でドアがあったら壊すところ、これがあったらね当たりだと思ってくれればいいんで、ここからでもまだね先がかなり長いんで行きましょう。このドアを越えたら基本今度は上向きに泳いでいくことになります。でまっすぐ上向きに泳いでいけば大体 OK なんで、こんな感じでねゴールが見えてくるんで、あとは一直線ですね。これでもう出れるんじゃないかな、あ見えてきましたね、ここで息継ぎができるという感じです。だからまあ一直線に行っても半分ぐらい残るんで、まあ大丈夫かなって印象ですよね。で出たらこのなんだろうグーニーズの滝みたいなところここにね石板があります。で次は北の方に行ったグライムの墓、この島がいっぱいあるところの右側にあるねグライムの墓に行ってみたいと思うんだけれども、私実はここで一番時間かかっちゃったんですよね。なぜかというとどこに石板があるかね分かんないんですよ。まあ、グライムの墓入るのはねここから飛び降りる感じになるとは思うんですけども、穴が開けるんでね入っちゃってください。で進んでいくと魔女の呪いみたいなところがあるんですよ。これがねもしかしたら何の関係もないトラップかもしれないんだけども、ここにあるからついこの辺にあるのかなって探しちゃうんですよね。でもないんですよ、見つけにくいと。実はでもこれ全然関係ない感じにあるんですよ。だからさっさと壊しちゃって、そしたら上がっちゃってまたどんどん奥に進んでみてください。でこの二股のところを飛び越えていくと、なんかねまた旗みたいのがあるんだけど、その旗の奥にこの小部屋があるんですよ。一番奥にこの机の上の壺の影に隠れてるんで、この机の上の壺とかね壊しちゃってください。そうすると拾えるようになるんで、これが全然最初分かんなくて、もうこの後外出れちゃうんですよ。であれ出ちゃったなみたいな感じでしばらく行ったり来たりしてたんでね、よかったら参考にしてみてください。
で次がこの古い貯蔵庫、ここはね簡単ですね、誰でもわかるみたいなとこなんだけど、一応ね軽く説明しますけれども、ワイングラーなんですね。要するに最初は洞窟なんだけど、このちょ入り口ちょっとわかりにくいかもしれないですね。こんな感じで隠されてるんで、あの古い貯蔵庫行ってみてください。でこんな感じでワイングラーが出てくるんだけど、真ん中にこの下に石板がね浮いてるということになるんだけど、どうやって取るんだみたいな話で、取り方はこの大きいワインの樽の栓を壊せば、5個ぐらい壊してしばらく経つと、その出てきたワインがあの今の真ん中のところに流れ込んでいって、石板が上がってきたみたいになってね、で手が届くみたいな感じになるんで取ってみてください。で次は西側のウォチグの方に行ってみたいと思います。ウォチグの入り口はこんな感じなんだけど、クマとかね狼とかいるんで気をつけ、追っかけ回されて入ることになるかもしれないまあ大丈夫ですけどね、基本平気なんだけど、でここは船で洞窟の中進んでいくんだけど、一本道で大丈夫なんだけど、最初のところで船が止まることになって、で難しいのがこの階段を登った右側にある、なんだろう、柱、ここに登っていくのが正解なんですよ。ここがルートなので、でもこれに分かんないとあっちゃこっちゃ試さなきゃいけなくなるんで、めんどくさいんですよ。でここね、ここから登っていけるんで、登ってちょっと左寄りにこうずれてって登っていくと、で登りきったらこの画面で言うと右側、洞窟で言うなら左側が壁沿いがルートになるんで、反対側に行っちゃうとねまたやり直しみたいになっちゃったりするんで、洞窟の左側の上の方にルートがあるんでね、こっちに行ってください。右側にも行けるんだけど右側行っちゃダメね洞窟で言うとね、登ったら右に曲がるんだと思っててください。そしたらこうね、石板のある部屋があるんで、あとこの部屋に入ればいいんだけれども、簡単で、その左にある壺を割ってください。爆破するというか、そうすると左の部屋全体が火の海になるんで一旦離れます。一応で火が収まるまで待って、しばらく時間差でボンボンって爆発してるんで気をつけて、まあ、火炎耐性とかこの頃にはねルーンでつけてると思うんで、そうするとほとんど火のダメージ入らなくなるんでね、よかったら使ってみてください。でスルッと入ればねこうやって入れるん で最後が赤い金体ね、これ大金って言葉ないから金体だと思うんだけどねまあそれはいいでしょう。そこに入っていくと、まあ、ここは問題ないかな。ここを登って、なんていうのかな、ぐるって回り込んで登るんですよ。とにかく松明で緑のガス、これを燃やすっていうのがあるんだけど、で消えてる間に登っていく、よじ登っていくみたいな感じで進んでいくんで、これさえ分かれば大丈夫だとは思います。このぐるって回って登っていくのだけね、ちょっと分かりにくいかなと思うんだけどね。でこれ最後のところは燃やして、また右上の方登れるんで登ってって、でガスはねしばらくすると復活するんで、とりあえずほっといて、でこの右上の方登れるんで、ここでねあの石板があるところを燃やして取るという感じになっております。でこれで取れるよね。で脱出は下の方の今の大きいガス、最初に燃やしたガス、これ燃やすとそこにルートがあるんで、こっから外に出られます。もちろん来た道を帰ってもいいしっていう話ですね。さあそれでは全部揃ったということで、ミルディンの洞窟、このウォチグの右上の方、ストーンヘンジの左上、ここに聖剣エクスカリバーがあるミルディンの洞窟があるという感じなんですね。ここはちょっと分かりにくい入り口なんだけれども、まあ大丈夫でしょう。クマに追っかけまされながらねここに急いで入ることになるとは思うけれども、まあ、入っちゃってください。でここはね水の中を潜っていきます。最初飛び込むんだけど、そのままの勢いで下を探してルートをね見つけて水の中進んでっちゃうのがいいとは思います。これどこかな、見にくいな、結構下の方なんでね、三角形の柱の裏というか三角のね入り口があるんで、ここだね多分。あれどこだっけわかんないぞ。あ、ここだここだここ、ちょっとね分かりにくいんですけれども、この三角のところに入ってみてください。息はねまああのさっきの鉱山のところよりはね続くと思うんで全然問題ないと思うんだけど、で奥に行くとこの石柱があるところに部屋にね出るんで、ここは飛びながら行くんだけど、下落ちると死んで最初からやり直しになるんで、めんどくさいんでね落ちないようにしてみてください。慎重にねここまで来たら進んで、でエクスカリバーが刺さってるということですね。1個だけなぜかはめられてると、これはもしかしたらアーサー王がはめた後なのかなみたいなさ、なんかそんないろいろね妄想膨らませたいのかなみたいな感じなんだけど、ちょっとわかんないけどね、アーサー王抜いたんだったらなんでここに石板全部ないんだみたいな感じだけど、アーサー王この後だっけ、いや前だよね、この後かわかんないんだけど、時代的にどっちかわかんないんだけど、全部はめればエクスカリバーが抜けますということですよ。さあチャキー、多分ゲーム中一番の隠し武器扱いなんじゃないかな。まあ、トールのハンマーかな、ソーのハンマーとね同じぐらいレア武器ということでいいんじゃないかなと思います。ぜひね使
ってみて、これ自分で使ってみると、見てみるのと自分で使うの全然違うから、手に入れればねそれでアクションできるから。でルーンとかもね、火炎の効果とか毒の効果とかいろいろつけられるからね、ぜひいろいろ試してみてください。ではエクスカリバーを持ってね襲撃に行ってみましょう。どんくらい強力なのかということで、まあ体験ちゃ体験なんだけどね、性能がちょっと変わった体験って感じなんだけど、さあ私にこの神に抗うというのかとりあえず格好良さ重視で、あの体験二刀流にしてきたんだけど、いやこれ使いやすいね、体験二刀流かっこいいねあとやばいやばい、あとね抜いた時にボーンっていう、あれがやばい、今光のエフェクト出た、あれが出ると周りの敵がねよろめいてスタンするということで、よろめいてるところにまあオラオラかけてもいいしみたいな感じでね、強攻撃当ててってもいいしみたいな感じなんだけど、いやもうやばいわこれね、癖になるエクスカリバー、うわーぶっ飛べ体験二刀流かっこいいね。そこまでめちゃくちゃ強いわけではないんだけれども、もっと強い組み合わせあるとは思うんだけど、まあ、体験二刀流はとにかくかっこいいね私大好きこれ、うわーおりゃーシュイヤースタンがちょっと足りないかな、やっぱりもうちょっとスタン欲しいねこれ。いやー決まれ、よっしゃ決まったその代わりがこの光の効果なんだろうね、体験で欲しいなっていう能力がちゃんとついてるってことでいいのかな。剣とかね槍スタン力がちょっと弱いんだよね斧に比べると。というわけでね斧との二刀流にしてみました。パリー決まった、ドゥリュドゥリュやっぱこのね墓の斧めっちゃ強いわ、火炎効果とかつけてクリティカル補正かけるから、またあーパリーがうまく決まらない、あいや攻撃してきなさ剣で突撃がやっぱり楽しい、うらーつけエクスカリバーズけ決まった、いやいいわかっこいいわ、盾持ちとかにねめちゃくちゃ強いから斧は、よし行くぞ、うらーつきって感じだよね、おりゃーいいね、この体験左手持ちも結構いいな、あ縦にはやっぱちょっとダメかな、ここはやっぱり斧の出番でしょう、行くぞ、ほい、あいけねえ、あ連接飛んだ、よっしゃーパリー決まった、ドゥルドゥルドゥル決まった、やばい、いいねいいね、やっぱ斧との相性いいですね、斧を持ってる上にエクスカリバーのねこの光でのスタンエフェクトもついてくるということで、やばいんじゃないこれ結構。今度ねあの左右持ち替えてみた、斧を左手で今振り回してんだけどめちゃくちゃ強いねこれ斧左手持ち強いなこれ。でエクスカリバーでしょ、で斧でよろめかせたやつをエクスカリバーで強攻撃すればドガーンですよね、光の爆発ですよやばい、光のモードって感じだよね、ちょっと強すぎるよこれ。しかも斧で、あ火炎もつけたから私エクスカリバー燃えてる、やばい、おっと危ない、なんだっけ来たな、パンチョだっけポンチョだっけ名前は、おお捕まれた、いてやばいやばいやばい、ちょっと捕まれるとやばいよ、なんなんだこいつは、くらえ、ダルダル、あれダメージが入った、あれえ当たってるよね、あダメージは入ってるけどなぜか吹っ飛ばない、斧の弱攻撃だとダメなのかな、よろめかない全然、スタンが効かない、おわなんてやつな、スタン体勢でもついてんのかこいつは、調子に乗るなよ貴様、オラ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 、死ぬ成敗なんてこった、エクスカリバーよりエクスカリバーで苦戦したやつよりオラオラのが強いぞいやー皆さんね、あのこのね北欧神話の世界ではオラオラ神というのが最強だったらしいからきっとねあの歴史の闇に埋もれちゃったんだと思うんだけど、強すぎてオラオラ神というのがね間違いなくいたね、うん、これぜひね覚えてみてください。でアクションは斧と体験だったら斧を左手に持つっていうのも手かもね、まあ二刀流だったらね持ち帰るっていうスキルもあるから持ち帰っちゃえばねいろいろ組み合わせられるけど、斧のスタンをもっと出したいんだったら右手に持って強攻撃しないとダメかもね、あのパンチョだかポンチョだかあのなんかあれあいつと戦うときは右手に持って強攻撃しないといけないとかね、持ち帰るといいかもしれないね。そうじゃなかったら左手に持ってた方が斧はぶん回してブンブンブーンってやった方が強いかもしれないですね。まあね、こんな感じでエクスカリバーすごくねいい武器なんで、ぜひね取りに行ってみてください。なんかの参考になれば幸いです。またねトールの鎧類とかトールのハンマーの取り方とかねまとめて動画で出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とかもねよろしくお願いいたします。それではラビットでした、皆様の良きバイキングライフをお祈りしています。おいじゃまたね。